季節の変わり目は体調を崩しやすい時期として多くの人が経験しています。特に自律神経の乱れは不定愁訴の原因になりがちで、その結果体調不良や精神的なストレスを感じやすくなることも。ある調査では20代から50代の社会人の 89% が季節の変わり目に自律神経の乱れを感じているが、整えるのに行動している人はわずか 22% にとどまるそうです。こんにちは、ブレイントレーナーのたくまです。今回は季節の変わり目におすすめの自律神経を整える方法7選をご紹介します。気持ちの良い春をより快適に過ごすことができるように今すぐ始められる方法を一緒に見ていきましょう。自律神経とは自分の意思とは関係なく自動的に動く神経系の総称です。呼吸、循環、消化、生殖、排泄など生命維持に必要な機能を24時間休むことなく調節しています。自律神経は交感神経と副交感神経の2つに分けられます。交感神経は活動時に優位になる神経です。心拍数や血圧を上げ、呼吸を速くし筋肉を緊張させます。副交感神経は休息時に優位になる神経です。心拍数や血圧を下げ、呼吸をゆっくりにし、筋肉をリラックスさせます。これら2つの神経がバランスよく働くことで、体は維持されています。自律神経は体の様々な器官に影響を与えており、バランスが崩れると様々な不調が現れます。例えば、交感神経優位が行き過ぎてしまうと、頭痛、肩こり、めまい、動悸、息切れ、高血圧、不眠、便秘などがひどくなります。また、副交感神経優位が行き過ぎると、疲労感、倦怠感、食欲不振、下痢、低血圧、頻尿などが症状として現れます。冒頭でもご紹介したロッテが2022年に行った調査によると、20代から50代の日本人のおよそ 89.6% が季節の変わり目に自律神経の乱れを感じており、またそのうち 91.9% の人はそれによって仕事の効率が低下していると感じています。ほとんどの人ですよね。しかし自律神経を整える方法を知っていると答えた人は 22.8% と、ほとんどの人は自律神経のメンテナンス方法を知らなかったのです。もしかしたらここまでご視聴いただいた皆さんもそうかもしれません。でも大丈夫です。ここからはそんな方におすすめの自律神経を整える方法を簡単なものから順番に7つご紹介します。1. リズム運動をする。リズム運動とはウォーキング、水泳、エアロビクスなどの一定のリズムで体を動かす運動のことです。この一定のリズムが交感神経と副交感神経のバランスを整えるのに役立ちます。リズム運動では弛緩、つまり力を入れたり緩めたりを繰り返すのですが、その度に交感神経と副交感神経が切り替わり、どちらかに偏ってしまった自律神経をリセットしてくれるのです。またリズム運動はセロトニンと呼ばれる神経伝達物質の分泌を促してくれます。セロトニンは交感神経と副交感神経の切り替わりを促してくれる、この図で言うとシーソーの潤滑油のようなものです。リズム運動には効果的な運動継続時間があり、どの運動の場合も運動を始めて5分後ぐらいからセロトニン濃度が高まり、20分から30分でピークに達します。ですので、通勤時や昼食の前後で30分程度ウォーキングするなどが一番おすすめです。また、リズム運動は深呼吸、ガムを噛む、つま先叩きをするなどの簡単な動作でも良いとされており、取り入れやすいものから試してみてください。2. ビタミン B 群を摂る。ビタミン B 群は自律神経を整える効果があり、中でもビタミン B6、ビタミン B12 を含む食べ物が重要です。ビタミン B6 は交感神経の興奮を抑える作用のあるセロトニンやGABAの生成に必要な栄養素です。またビタミン B12 は神経細胞の膜、つまり自律神経の材料となるビタミンです。
そして細胞の遺伝情報や脂質の合成にも関与し、神経細胞の機能を正常に保つ働きがあります。ビタミン B 群を多く含む食べ物としては、ビタミン B6 はレバー、カツオ、マグロ、肉類。ビタミン B12 はカツオ、サンマ、貝類、レバー、納豆、もやし、チーズなどがあります。逆に控えるべき食べ物としては、インスタントラーメン、菓子パン、スナック菓子があります。脳や自律神経の細胞膜は脂質から構成されておりますが、先ほどの食品は質の悪い油が使われていることが多く、これがホルモン分泌や神経伝達機能を狂わせてしまうのです。3. 夜と朝の光環境を整える。自律神経に関係するものに体内時計があります。人間の起床から入眠までのリズムに影響を与えるものです。自律神経は体内時計をベースに24時間の周期でバランスを保っています。ですので体内時計が狂うイコール自律神経の乱れになるのです。そんな体内時計を整えるのに大切なのが朝の光を浴びることです。目から入った朝の光は脳の視床下部に信号を送り、体内時計をリセットしてくれます。これにより不規則な生活などでズレが生じた体内時計を整えられるのです。また光を浴びると神経伝達物質のセロトニンの分泌が促され、これが睡眠中に優位だった副交感神経を交感神経へと切り替えて体を活発モードにしてくれます。さらにセロトニンは睡眠ホルモンであるメラトニンの原料にもなり、セロトニン分泌の14時間から15時間後にはメラトニン分泌が始まって、自然と眠くなり質の良い睡眠を得られるのです。そのため朝起きて日光を浴びるのは非常に大切なのです。また夜の過剰な光は体内時計に悪影響を与えます。具体的には頭上から白色の LED や蛍光灯で照らす照明は体内時計を遅らせてしまい、自律神経のリズムを狂わせてしまいます。よく高級ホテルなどでは蛍光灯ではなくオレンジ色のダウンライトが使われていますよね。これはおしゃれだけではなく健康においても意味があるのです。 4. ぬるめの湯船に浸かる。自律神経を整えるには37度から39度のぬるま湯に20分から30分ゆっくり浸かるのがおすすめです。ぬるま湯に浸かることで副交感神経が優位になり、リラックスしてスムーズな入眠につながります。また血管が広がり、全身の血液循環が活発になると同時に、程よく汗をかくことで老廃物が体外に排出されます。暖かい季節になりシャワーで済ます人も多いと思いますが、自律神経に不調を感じた時だけでも湯船に浸かってみてください。ちなみに42度を超えるような熱いお湯は交感神経を興奮させて心身ともに活発になりすぎてしまいますので、夜にはおすすめしません。 5. 腸をほぐす。皆さんは腸脳相関という言葉を聞いたことはありますか？脳と腸は自律神経やホルモンを介して互いに情報交換をしています。そのため脳が緊張や不安などのストレスを受けると、その情報が腸に伝えられ、結果的に腹痛や下痢、便秘などを引き起こすことになります。逆に腸内環境が悪化すると、その情報が脳に伝わって自律神経が乱れ、さまざまな心身の不調が起こりやすくなります。脳は直接触ったり動かしたりできませんが、腸は違います。このように手を使って腸をマッサージしてほぐしてあげると、自律神経もほぐれていきますので、お風呂に浸かった後ぜひ試してみてください。 6. 自律神経を整えるツボを押す。以前こちらの動画でもご紹介しましたが、爪の生え際、清潔、首の後ろ、天中、胸のツボ、胆中などがおすすめです。清潔は仕事の合間、通勤中、お家でテレビを見ながらでもどんな場面でも押しやすいのでおすすめです。詳しくはこちらの動画をご覧ください。 7. 瞑想で脳と心のデトックスをする。自律神経の乱れの原因の一つにストレスがあります。
ストレスには主に日光や騒音などから来る物理的なストレスと、人間関係や将来への不安などから来る精神的なストレスがあります。ただ脳の立場からしたらどちらも同じストレスであり、脳に直接アプローチしてストレスを減らすことが重要です。そこでおすすめなのが瞑想です。そして特におすすめなのがこちらの熱波神丼瞑想です。ロンドン大学と韓国脳科学研究院が共同で行った研究によると、熱波神丼瞑想はマインドフルネス瞑想の 8.6 倍もリラックス効果があり、うつ症状や睡眠障害も改善したのです。また首を振る動作がリズム運動にもなり、自律神経の乱れを整えてくれます。さらにこの動きが脳と頭蓋骨の間にある脳脊髄液を動かし、脳の中の老廃物の排出を物理的に促し、脳のデトックスにつながります。いかがでしたでしょうか。自律神経の乱れはとても複雑で治すのが難しいと思っている人も多いですが、実はシンプルなことをコツコツと続けるだけで整えていくことが可能です。ぜひ季節の変わり目に不調を感じたら、今日ご紹介した7つを試してみてください。イルチ TV ではこれからも心、体、脳が健康になる最新情報をお伝えしていきます。見逃さないためにもチャンネル登録、通知オンをお願いします。そしていいねでイルチ TV を応援してくださると嬉しいです。